先日、あっという間に立春がやってきましたね。去年と比べて鳥のさえずりや枝の色に少し変化があったように感じます。数日前、誕生日に関する信州の習わしをキアナに聞かれました。私のためにパーティーを開くつもりのようですが、自分にとっては皆さんと一緒にいる時間自体が最高のプレゼントです。なので皆さんにタコをプレゼントしたいと思っています。竹ひごから生地まで自分で選んで作る予定です。暖かい風が吹く日を選んでタコ揚げをするのも楽しいのではないでしょうか。もし館長に時間がありましたら一緒に来てもらえませんか。先日立春を迎えましたが、まだ寒さは続きます。お出かけするときは上着を忘れないようにしてくださいね。深より。タイトルが立春後のお便り？つまらないでしょう。私が考えてあげます。そうですね、タコ揚げにしましょう。簡単でわかりやすいなんてさすが私です。タコ揚げに関しては僕年次には負けませんよ。どれだけ上手か館長にも見せてあげますから、ちゃんと来るように。遅刻は禁止です。どうしてこの文章が見えるのかって？あのね、私は式の律者ですよ。私にできないことなんてないでしょう。